その入門から大までご自宅で好きな時に学べる大空パス詳しくは概要欄をもご覧ください はい。それでは、果実そろばん教室、今日の一問、カジイチということで、今回はこちらの 229×83 を計算していきましょう。そろばんで言えば6級、暗算で言えば1級レベルの問題なのですが、実はこの問題、最近の果実そろばん教室で最も正解率が低い、難しい問題です。この問題をしっかり正解できれば、掛け算の力はかなりあると言えますので、ぜひ頑張って解いてみてください。 掛け算のやり方にちょっと自信がなくて不安だよという方は、やり方を説明した動画もありますので、概要欄や右上のリンクから見てみてください。それでは問題を解けるまで一旦動画を止めて、解き終わったら再生ボタンを押してください。 それではこの問題を解説していきます。これからお話しする解説はあくまでも考え方の一つということで、こうやらなきゃいけないよということではありませんのでご了承ください。参考になるなと思うところがありましたら実力アップに役立てていただければ嬉しく思います。この問題の答えは1 9 0 0 7ゼロゼロ七でした。皆さん正解できたでしょうかこの問題の難しいポイントは全部で3つあるかなと思います。 一つ目は、ががつくくくを置く位置。二つ目は、同じ数が並んだ問題であること。そして三つ目は、百の繰り上がりが出てくるところです。実際に解きながら順番に解説していきましょう。まずは、三桁×二桁ですので、答えは五桁かなと予想して、ここから答えを置いていきますよね。はじめは、28、16です。次の23が6を、 16を置いた1つ右ということでここに6を置いてしまうことがありますここが1つ目の間違いポイントですががつく九九の時は1つ右になりますね23が06と考えると間違いにくくなります正しくは6はこの位置に置くことになりますそして次の間違いポイントは同じ2が並んでいるので10の位の2を飛ばしてしまうという間違いです さっき2は使ったよなという記憶だけを頼りに数字を見てしまうとこの2も計算したと勘違いして次の9に行ってしまう間違いがよくありますこういった問題は問題を解き始める時点であ同じ数が2つあるから気をつけなきゃなと先に心構えをしておくことが大切ですまたもし2を飛ばしてしまった場合は九九を4回しか使わずに計算が終わってしまいますよね この問題には0がありませんので、必ず6回の九九を使うはずです。早く終わってしまったことに対して、あれおかしいなという感覚を持てるかも大事なことです。この2もしっかり使って、28、16、23が6と置いていきましょう。ここでも23が06を置く位置には注意しましょう。そして最後。 九波七十二の後の九三二十七なのですが、この二を足すときに九十八に二を足すという百の繰り上がりが出てくることになります。これもまた足し算が苦手な方には間違いやすいポイントになります。大事なことはもちろん運種の統一です。足せない二は八引いて十足す。足せない一は九引いて十足す。 とえ丁寧に玉を弾いていきましょう最後の7をしっかり1の位に置いてあげるところまで気を抜かずに行きたいですね今回は2 2 9かける8 3という問題で実際に教室で正解率が低くえ難しい問題について解説しましたがいかがだったでしょうか このカジイチのコーナー今回が第31問ということで1ヶ月分の問題ができましたのでこのあたりで一旦毎日更新はストップさせていただきたいと思いますこのコーナーでは皆さんの間違いを少しでも減らしたいという思いからどういうところを間違いやすいのかとかどうすれば間違いに気付けるのかということについて1ヶ月間毎日1問ずつ問題を解説してきました 動画の中では結構いろいろな内容をお話ししましたので動画を一度見ただけではなかなかすべてを理解するのは難しいんじゃないかなというふうに思います今後は皆さん自身で毎日1問くらいのペースで動画を選んでご覧いただいてまたその時その時で何か新しい気づきを見つけていただければ嬉しく思いますそれではこれまでご覧いただいた方々ありがとうございましたまた明日の「カジイチでお会いしましょう